さあ、ミカミンのストーリーやっていきましょう。寮のロビーからスタートです。今日のレッスン、レイちゃん気合い入っとったの。お、レイちゃんってレイカ様ですかね。うん、やっぱボイスはいいですね。うちも今夜は気合い入れて新しい振り覚えなあかんね。うん、あれあれ、何かに気づくミカミン。みーちゃん全然餌食べてへん。あ、どないしたん。ひーちゃんってあれですかね、ミカミンが飼ってるインコですかね。あ、てんてんてんってことでね、元気がないですね。大変や、病院この時間でもやってるところは。あ、慌てるミカミン。あ、慌ててるけどあんまり慌ててるように見えない。うん、さあひーちゃんのピンチ、街中ということでね。イーちゃん、もうすぐやからな。うん、無事に病院まで捨てるのか。イーちゃんは、うちが飼ってるインコさんや。あ、買いそうだ。可愛くて、うん、頭も良くて、うん、せやけど、こんなに元気がないんは初めてや。あー、それは心配だ。さあ、そしてしばらくして、動物病院。医者大丈夫、ただの軽い風邪ですよってことで、あ、インコも風邪ひくんですね。はあ、よかった。うん、ねえ、バッグが黒い。うん、お医者さん、念のために1日入院させます、また明日、この時間に来てくださいということで、あ、また夜遅い時間にね、呼ぶな。うん、さあ、よかったですね、無事でイーちゃん。うん、そして街中ということでね。ほんまに良かった、うん、あ、本屋さんや、インコの本売っとるかな。うち、もっとイーちゃんのこと知らんと。ねえ、勉強熱心ですね。今日は勉強やね。うん、おかしいな、冒頭はなんか振りを頑張らないとみたいなことを言ったんですけど、まあこれはね、三上らしいですね。翌日レッスンするということでね。あれ、三上、覚えておいてって言ったでしょ。あー、レイカ様に怒られる。こんな強い口調は珍しいですね。あかん、みーちゃんのことで頭がいっぱいで、ダンスのことを忘れてた。あー、とんでもない。あのな、レイちゃん。お、うん、もうライブが近いのよ、もっと本気でやってくれないと。ピリピリしてますね。まあそれは仕方ないな。うん、本気。うん、さあさあね、この BGM 楽しいですね。うちは日本舞踊神木流の跡取り候補、うん、小さい頃から習い続けて、でも跡取り問題で栄養に使われるのが嫌になって、うん、逃げるようにアイドルになった。うん、でも今は本気なんよ。本気で七虹やってる。お、ちょっとミカミンもね、おこですよ、言い返したかった。うん、あ、いいちゃん。うん、さあ、寮の前ですね。あ、レイちゃん。お、レイカ様。うん、三上、おかえり。イーちゃん、大丈夫だったの？あ、なんだかんだ心配する。うん、ああ、大丈夫やね。ほら、すっかり元気やろ。ただの風邪やって。お、よかった。そう。その、私、イーちゃんの病気のことをさっき知って。でね、ね、多分それを知ってレイカさんも頭抱えると思うよ。ああ、私はなんてあんなことを言ってしまったんだと思ってね、かわさーってなったと思うからね。うん、許してあげて。うん、あ、ごめん、電話やわ。レイちゃん、イーちゃんのことを見ててくれへん？え、急に頼まれても大丈夫？うん、急に飛び立ったりしない？あ、うん、うん、もしもし、おばさま。あ、出た、おばさま。うん、嫌です、まだ帰りません。うん、うち
今は本気でアイドルやってるんです。あの、だから。お、言ったね、三上。うん、ガチャプープープーってことでね、これは向こうから聞かれちゃいましたね。伝わらない、いつものことやね。うん、なんかこんなことをしてたら直でなんか東京というかこっちに乗り込んで無理やり連れて帰りそうな勢いですね。ちょっと怖いですけど、うん、あ、ごめんな、ペイちゃん。うん、ああ、うん、ペイちゃん、今日のレッスンのことなんやけど、ほんまに？うん、まあ、また明日だね、三上。今日はおやすみなさい。ねえ、ほんとなんか、レイカ様はお母さんみたいな感じですね。厳しく叱るけども、優しく包み込んでくれる、そんな存在ですね。ん？何やろ、レイちゃん、ずいぶん優しい目しとったな。イーちゃん、もしかして、あんたなんか言うたん？あんまり三上を怒らないで、みたいなこと言ったのかな。今は本気なんよ。本気で7日やってる。あ、本当に言ってた。うん、これはちょっと感動的。うん、もう、ほんまにあんたは頭がええの。ねえ、本当に頭が良かったんだ。うん、今日は言い過ぎた。あ、なるほど。これ、レイカ様ですね。うん、ん？今日は言い過ぎた。ごめんね。一緒に頑張ろうね。ということで、これ泣いちゃうよ。泣いちゃうぜ。うん。姉ちゃん。うん。不思議やな。うん、直接言われるより、何倍も大きな勇気を、うちはもらえた気がした。よかった。大丈夫。これで明日も、うちは本気で、アイドルになれる。